風がさすがにこの時間だと冷たいですね。星が綺麗ですよ、先輩。ねえ、先輩。ちょっと、公園に寄りませんか？ねえ、先輩。どうして若葉はあんなにあの子のことをかばおうとするんでしょうか。若葉は二度もあの子に襲われているんですよ。もしかしたら殺されていたかもしれないのに、どうして若葉はあんなにあの子を救おうと懸命なんでしょうか。私、本当はその答えを知ってるんだと思います。でも私はどうしても感情が先に立ってしまう。若葉の言ってること、正しいって私には分かってるんです。でも、若葉のことになると、どうしても私、正常な判断ができなくなっちゃうんです。そうですよね。若葉は、私の妹なんですよね。先輩、私、前に言ったことがありますよね。若葉は、私の実の妹なんじゃないんだって。私、子供の頃は入院してることが多かったんです。はい。私にとっての子供時代は、白い天井の景色だけでした。そして窓の向こうの景色の移ろいだけが私にとっての唯一の楽しみでした。今では考えられないかもしれませんけど、私の体は本当に脆かったんです。でもそんな私を若葉が救ってくれたんです。若葉の力が私をベッドの上から解き放ってくれたんです。はい。それ以上に私は妹ができたことが本当に嬉しかった。私の子供の頃は外に出ることさえままならなかった。でも若葉が家にやってきて、そして私の妹になってくれた。若葉は私の妹で、そして私にできた初めての同年代の友達だったんです。それまで私はただ白い天井と窓の外の景色を眺めることしかできなかった。でも若葉が来てくれて、そして若葉が手を差し伸べてくれたおかげで、私は飛び出すことができたんです。白い天井から窓の外の景色の中へと。私にとって若葉は
妹以上のかけがえのない存在。若葉がいなければ、今の私はここにはいないから。そんな若葉に、私は恩返しがしたいと思ったんです。若葉のことを一生、この命にかけても守りたいと思ったんです。そして、若葉を幸せにしたいと思ったんです。それが、私の唯一の望みだったんです。でも、年を取るにつれて、私はだんだんと分かってきました。若葉は私といたら、幸せにはなれないんだって。若葉は私の病気のためにそばにいてくれようとする。でも、そんなことは永遠には続けられないことなんです。永遠には続けられない関係なんです。そしてそれは若葉を縛っていることになってるんだと私は気づいたんです。私のせいで若葉はその人生を狭められている。だから私にとっての唯一の願いは若葉の幸せ。そのためには私が若葉から離れなくちゃならないんです。やっぱり先輩はすごいです。先輩に言われると言葉の重みが違いますから。若葉があの子を助けたい理由、それはきっと若葉なんだからだと思います。若葉は困ってる人を見捨てておけないタイプですから。そして私はそんな若葉に少し嫉妬していたのかもしれません。多分でも私は若葉の姉なんですよね。だから若葉がしたいと思っていること、私も全力でサポートしたいと思うんです。はいねえ、先輩。
あの夏祭りの夜の話の続き、今させてもらってもいいですか？こんな時ですけど、せっかく二人きりになる機会だから。担当直入にいます。私、先輩のことが好きです。本当はもっと早くに言いたかったんですけど、こういうことには奥手なのに、人を好きになるとその人しか見えなくなってしまうっていうか、だから先輩の気持ちがどうでも、私の気持ちだけは先輩にどうしても伝えたかったんです。伝えないと私の気が収まらなくて。私、ちょっとつ猛進タイプなんですね。イノシシなんです。その人を好きになってしまうと周りが見えなくなるっていうか、イノシシなんて可愛くないですよね。ありがとうございました。でも若葉が元気になってよかったよ。ごめんなさい、のぞみちゃん。若葉が無事だったんだから、私はそれで十分だよ。それじゃあ帰ろ、若葉。お父さんとお母さんには友達の家に泊まることになったって言っておいたけど、お父さんには怒られることは覚悟しなくちゃね。そうですわね。それじゃあ先輩、若葉を助けていただいて本当にありがとうございました。岡野さん、本当にご迷惑をおかけしてしまってすいませんでしたわ。はい、今度からは必ず私が若葉のそばにいてあげますから。のぞみちゃん、まことやないけ。こっちや、こっち。
ご注文は何にいたしますか？かしこまりました。なんや、久しぶりやな。ほんと、お久しぶりね、岡野くん。よう来てるけど、思考院とここに一緒におるんは夏休みになって初めてやからな。勘違いするんやないで。私はよく来てるわよマスターの入れるコーヒーは美味しいから。でも、もうすぐ夏休みもおしまいね。岡野くんはきちんと宿題はやった？でもまあ、宿題言うてもワイらんとこの学園はかなり学生を優遇しとるからな。成績ええ学生は夏休みの宿題が出えへんちゅう、あの学園にしてはええ制度や。おかげでワイは遊びたい放題やからな。まあ宿題言うても提出やないさかいな。やってもやらんでもわからんけどな。岡野くんを悪の道に誘い込むようなことはやめなさい、つとむ。まあな、でも A 点数取れれば問題ないやんか。夏休みの宿題から問題が出題されるんだから、その夏休みの宿題をきちんとやらないといい点数も取れないでしょ。そうか、夏休みの宿題言うても今まで勉強したことの復習やんか。そないなもんやらんでも点数なんかちゃっちゃと取れるて。お待たせしました。ねえ、のぞみさん、夏休み中に何かあったの？え、どうしてですか？のぞみさん、なんか変わったなって思って。どこがや、思考院。わいにはいつもののぞみちゃんに見えるでうまくは言えないんだけど、なんかこう女らしくなったっていうか。何言うとんねん、のぞみちゃんは女の子なんやから当たり前やんかそういうことじゃないんだけど。あ、なんや、どないかしたんか？Thank you.
てくれたんですか？ありがとうございます、先輩。これ。マスターからいただいてきちゃいました。マスターが余った材料で作ってくれたんです。美味しいですね。若葉ですか？お父さんに軟禁されています。嘘です。そんな大したもんじゃないですよ。お父さんに断りもなく友達の家に泊まったんで、お父さんの怒りを受けてしばらくは外出禁止にされているんです。でもしばらくは若葉もこれで安全だと思います。家にいるからあの子に襲われる心配もないということです。その間に私があの子を探し出そうと思ってるんです。それで若葉の前に私があの子と正面で向き合って話し合おうと思っているんです。若葉は優しすぎるからきっと、それだとあの子とは対等に話ができないと思うから。大丈夫ですよ。私だってあの子を助けたいと思っていますから。その気持ちは若葉と一緒のつもりです。それじゃあ先輩、また明日会えましたら。私は明日も喫茶店でバイトしてますから。どうでしょう。それじゃあ先輩。Thank you.
野さんですか？不思議ですね。私とあなたがこうしてここで会っていることがです。私をなじりに来たんですか？私が若葉さんを傷つけたから。どうしてですか？するつもりなんです？理由？どうやって私を救うんです？悩みを聞く。でもそんなことで私の苦しみは癒されませんよ。わかるんです、私には。抱え込む？逃げる？あなたたちには私の苦しみを話しても無駄なんです。だから話さないんですよ。目障りなんです。